今日こそは夜空の真理を観測し、運命に対峙する日。過去の恥、往年の憎しみ、ここにて結論を下す。お嬢様、恐れながら何とかを下すというセリフはお嬢様のキャッチフレ。もちろん違うわ。私はただそれを耳にして、このセリフは大陸中。ん？どれどれ。ああ、本当に他人の口癖じゃないですか。ですね。おや、後ろの方々は。カハン、紹介してやるぜ。こいつらは稲妻の伝説的な浪人とリーユエの才能あふれる先駆ミュージシャンだ。リオ、あたいはリーユエの親衛。ロックミュージックといい天気、それに楽しきっと。このお嬢ちゃんがパイモンが言ってた異国から来た公女様なんだろう。見た目だけです。それからそこの帽子をかぶったレディ、家族から最も博識な学者は大抵とんがり帽子をか。ん？この女、見る目がある。シンエ、あなたのその目は夜の霧を見破り、真実を見極める。まさに私。あなたは人を見る目があると褒めているんです。まあ私も同じ意見ですよ。はじめまして。おう、二人に会えて嬉しいぜ。モナはすごいんだぜ。どんな人でもたちまちどんなやつか見抜いちゃうんだ。皇女殿下と先生術師、そして雄弁なカラスの進化、お主たちに比べれば拙者はただの凡人でござる。稲妻の楓原和葉、皆に会えて光栄でござる。そのカズハというものよ。お嬢様は職業と趣味は何ですかとお尋ねになっています。その拙者はただの通りすがりで、取り柄などこいつは武術に長けていて、誰も耐えられない攻撃を受け流すことができるんだぞ。それえ、そんなすごい人だったの。どれどれ。お、これは。カズハさんのような剣の達人にお会いできてとても光栄です。みんなの護衛をあなたに任せてもいいですか。雄夜城での宮廷守衛長に任命するわ。メギストス卿までそうおっしゃるとは、実力は確かなのでしょう。わかった。め、め、なんだっけ。モナでいいですから、その変な名前で呼ばないでください。そういえばメギストス卿、オイラたちどうやって聖地に行けばいいのか聞いてきて伝説の大魔女から偉大なアドバイスをもらったんだ。さあみんな、オイラを見ろ。